一回しかない人生、やりたいことを自由にやりたい。はい、こんにちは、三谷誠です。今日もですね、もう一度きりの人生、やっぱりね、やりたいことを自由にやりたいっていうところをテーマに、まあ、どうすればね、自由な人生歩んでいけるのかっていうことについてお話していきたいと思います。で、まあ僕すごく思うんですけれども、やっぱりね、人生お金が全てじゃないってすごく思うんですよね。で、お金が全てじゃないからこそ、まずお金について学ぶべきだっていうふうに、思うわけなんですけれども、まあ例えば、まあ皆さんね、明日から旅行でハワイに行くのと、明日、電車に乗って会社に行くの、どっちか選べるとしたら、どっちがいいですか？ね、基本的にはやっぱりね、仕事に行くより、旅行行って海外行った方が楽しいっていう人が多いんじゃないかなと思うんですけれども、まあ実際、まあ僕はすごい海外が好きなんですけれども、まあ行けば楽しい場所、ね、行くだけで楽しい場所っていっぱいあるわけなんですよね。で、まあハワイとかもそうですしね、ピラミッドだったりだとか、いろんな世界遺産だとかってあると思うんですけれども、まあ実際そういったところに、じゃあ、行っちゃダメだって誰かが言ってるかっていうと、そんなことないわけですよ。本当に行こうと思ったらいつでもどこでも、行けるわけなんですよね。でもなんで、じゃあみんなね、そういう風にしないのかっていうと、やっぱりそこの問題っていうのは、まあお金がなかったりだとか時間がないっていうところで、まあどうしても旅行に行くとね、やっぱそれだけの時間もお金も取られるから、なかなかしたいけれど休みも取れないしっていう人が多いと思うんですけれども、まあやっぱり僕もね、やっぱりそういう風に、旅行とかね、自由にやろうと思ったらどうしても必要になってくるのが、まあお金と時間っていうところなんですよ。で、一番のポイントっていうのは、やっぱりね、お金がないから時間がないっていう人が、まあ、やっぱり非常に多いんじゃないかなと思うんですね。で、お金を稼ぐために結構な時間っていうのを仕事に当てなきゃいけない。だからお金を稼ぐために時間っていうのを結構取られて、時間とお金がないっていうことっていうのが非常に多いわけなんですよ。で、もし例えばね、皆さんが資産数十億をあって、ね、ビジネスだったり不動産から毎月毎月のようにね、お金が振り込まれてたら、やっぱりせっかくの人生、時間ね、もあるし、やりたいことやりたいって思うと思うんですけれども、やっぱりそこの部分っていうのを変えていかない限り、やっぱりそうはなっていかないわけなんですよね。で、実際、まあね、周り親とかが資産を持ってたり、ね、儲かる会社を持ってて、それを引き継ぐことができれば、まあ最初からそういう状態になったりするわけですけれども、まあ実際ね、親がそういった、状況を作ってない限り、結局自分でそれを作っていくしかないわけなんですよね。なので、自分自身も、じゃあ自由になるためにはどうすればいいかっていうと、まず一番身近にある、じゃあどうやってそのお金を稼ぐっていうところから解放されるのかと。で、実際に、まあ言ってしまったって、たかが20万、30万あれば生活できちゃうわけじゃないですか。そのたかが20万、30万のために人生の大半の時間を仕事に当てて、生活を稼ぎ続けるっていうよりは、じゃあ自分がどうやったらそこから抜け出していけれるのかっていう方法を学んで実行した方が、僕はね、やっぱりいいかなと思うんですよね。で、そう考えるときに、まあ、僕はね、すごく思うのが、夏休みね、小学校の時の夏休みって楽しくなかったですか？ね、小学校の夏休みって1ヶ月間学校に行かないでね、自由な時間があるわけだから、まあね、例えば友達とプールに行ったりね、ゲームやったりね、カブトムシとか取りに行ったりとか、やっぱりね、やりたいことが自由にできたわけなんですよ。で、なんでじゃあ楽しかったのか、僕もね、海外行っててワーホリ時代なんで楽しかったかっていうと、やっぱり3つね、時間とお金と一緒に遊べる仲間、この3つがあると非常に楽しいわけなんですよね。ただ社会に出て自分で働くようになると、もうね、二度とやっぱりね、そういった夏休みみたいな期間っていうのはないっていうふうに思ったんですけれども、ただ実際いろいろ自分でもね、学んでいく中で、実際ビジネスをしっかりやれるようになっていくことによって、自分自身が働かなくても収入を得ることだったり、それだけ長い時間を取らなくても、好きの生活費ぐらい稼げるようになることっていうのはできるわけなんですよ。で、
実際に、まあ、ビジネスっていうとなかなかね、まあ、難しそうとか自分には無理だってね、思う人っていうのも多いと思うんですけれども、まあ、そのビジネスをやる社長になる人って特別なわけじゃないんですよね。で、昔は僕もね、会社を経営する人とかビジネスやる人って何かこういう事業を成し遂げたいとか夢を持ってね、こういうことやりたいとか社会にこういうことやりたい、こういうサービスやりたいっていう、やっぱそういうものを持ってる人がビジネスとか経営をやるもんだと思ってたんですけれども、ただ僕もね、やっぱりいろんな人の話を聞いていく中で、まあそういう人ももちろんいるんですけれども、そうじゃないっていうところでも、別にものすごい超有名な経営者じゃなかったとしても自分自身でビジネスを学んで成功して生活費ぐらい稼いでね、自由に海外行ったりやりたいことができてる人ってすごく多いんだなってことに気づいたわけなんですよ。で、そうやって考えると、まあ僕が思ったのが、実際ビジネスを学んで成功するようなところまでを持っていってしまえば、で自分自身が会社とかにね、毎日行かなくても利益が上がる形さえ作ってしまえば、そこから先っていうのは要はなんていうんですかね、人生の夏休みじゃないんですけれども、もう実際に自分がやりたいことをやりながらやっていくことができる、そういった形っていうのを作っていくことをやってしまえば、あとはもう本当にね、好きなことができるんだっていうふうに、考えたわけなんですよね。そう考えてみると、ビジネスをやることっていうのが、まあ、夏休みでいうと宿題なわけですよ。じゃあ人生の宿題で、どういうふうなビジネスをやって、そこからね利益が上がるかっていう、でそういうことを学んでいって、それが結果としてできるようになればね、人生の宿題を終えて、そっから先は夏休みだって考えたらめちゃくちゃワクワクしたわけなんですよね。で、まあ実際に、自分自身でビジネスやって月100万200万ぐらい稼ぐことだったら、今の時代ね、昔みたいに場所を借りてコストをあれして人を雇ってって言って大掛かりでお金を払って、リスクを取ってやらなくても、ね、インターネットもあるし、コストをかけなくてもスモールビジネスからでも、まあ組織化したり仕組み化することによって、自分自身がそこまでね、たくさんの時間をかけなくても100万200万ぐらいの利益っていうのを出すことができる時代になってるわけなんですよね。でそう考えると、やっぱそこっていうのは学ばない手はないわけですし、まあそういったことっていうのをしっかりやってしまうことによって、そこから先じゃあどういうことをやっていこうかっていう幅が広がっていく、っていうふうに思うわけなんですよ。なので、ビジネスを学ぶことっていうのは、僕はね、運転免許と一緒で、運転免許っていうのを若いうちに取ってしまえば、そこから先って車が運転できる選択がある人生なわけですよ。でも免許を持ってなければ、電車とかバスとか徒歩自転車っていうその距離の中でしか、行動ができないわけなんで、ビジネスを覚えて自分で稼ぐ力をつけるっていうのは、これからの時代ですね、運転免許を取るのと一緒で、そういったこともできる選択の幅っていうのを作っておくことっていうのが非常に大切になってくるんじゃないかなとは思うんですよね。なので、本当にね、まだまだやりたいことがわからないとか何していいかわからない、そういった人ほど、まずですね、まあいろんなジャンルがあると思うので、総合はね、選んでいくことも大切なんですけれども、やっぱりね、何かしらで、今ね会社とかで働いてたりバイトをしてる人なんかも、何かしらでまず自分がどうやったら稼げるようになるのかね、そういった情報を集めて、まずスモールビジネスでもいいので自分でビジネスをやって稼ぐっていうことができて、でそれを少しずつ利益を上げる方向性が身についていけば、もう本当にね、自分自身の生活費を稼がなきゃいけない、仕事をして稼がなきゃいけないところから抜け出して始めて、本当に自分のやりたいことっていうのがねできるようになっていく、まあ、まさにね、前言ってたラットレースっていうところから抜け出して、生活費のために働かなくていい状態を作った上で、じゃあそこから自分ね、一回しかない人生なんでどういうことがしていきたいのかっていう、本当にお金とかに縛られずにやりたいことをやれるような状態になっていく、それを僕の中では夏休みアゲインって言ってるんですけれども、夏休みアゲイン すごくいいなと思うんですよ。なのでぜひね、この放送を見てる人でもやっぱりね、お金の稼ぎ方を覚えることによって時間からも解放されて、でそういったね、ことが分かってきた仲間同士でなんかね、こんなことやったら面白いなっていう、そういう仲間がねどんどん増えていったら僕は非常に楽しいなと思いますので、まあ、ぜひね、どんどん勉強してトライしていってみると、未来が変わってくるんじゃないかなと思いますので、参考にしていただければと思います。
はい、今後もですね、どんどん、動画の方、出していきますので、ぜひチャンネル登録の方お願いします。で、LINE アットもあるので、こちらに登録していただけるとさらにですね、濃い情報をお届けしたいと思いますので、ぜひ LINE アットの方にも登録してください。